また大きな声で意図的にこちらに向かって物を言ってきてるので、大きな声で喋り始めて、春山整骨院のやつら。一応これしておけば大きな声で喋らなくなるんで、置いておきます。
応撮影し始めたら来なくはなりました。その間の出来事がこうで、車のドアの音とかこういうふうにいちいち、何分ぐらいに、音がしたとか声がとかこういったものをいちいちメモしなきゃならなくなるので、その一日中こういうふうな作業になってしまいます。でだから店閉じてくれたらいいんですよ。でもともと岡場駅のところに、空いてるテナントがあるからそこで知りゃよかったんですよ。であともともと老人を連れてくること自体がどうかしてると思いますよ。その人の親とか介護するのが当然であって、あ、その子供とか介護するのが当然であって、でまあ独り者の方とかだったらやっぱり老人ホームとか、まあそういうふうな形だと思いますよ。結局はその方が効率もいいと思いますよ。